白い車、何より白い車でここを通ると呪われてしまいますよと、うん、おー、さあじゃん、うん、あ、音がもうここまで来た、うわ、ステッカー、今のなんだ、大雪です。A カメが壊れる前にカシャンカシャンと聞こえたの、ドーンって言わなかった。こんばんは。こんばんは。予定を変更しまして、はい、あの北海道に来ております。違います。はい、え、愛媛です。愛媛、北海道に決まってんだろう。愛媛です。俺も北海道って思いたかった。これですよ。ありえないもん。これ大雪です。ちょっとさ、もうほんと周りをちょっと 見せようみんなに一旦。これだよ。だってこれを避けるために。いや、そうなのよ。本当にちょっと話と違うわ。最強寒波ちょっと舐めてましたね、マジで。でもう本当に震えが止まらないんですが、はい、今回もこう依頼できてるんですよね。はい、こちらの銚子ダムという場所に来てます。で、この銚子ダムっていうのが霊の溜まり場になってるという場所でして、霊の溜まり場、ここでは多くの方が亡くなった過去があり、そのことから霊の溜まり場と呼ばれるようになった。しかし、なぜ多くの方が亡くなったのか。実は銚子ダムの近くには定石があるんですよ。ほう。っていうので定石に行きたいとこだったんですけども、はい、まあ無理か。ちょっとね、さすがにまあ行くっていう、もし言い出してたら俺と両親で帰ってたもんな。帰ってましたね。だったら絶対にやめよう。あの、あとマジで多分危ないです。あの車がスタッドレスじゃないんで。そうなのよ。そうよな、怖すぎる。積もってまた滑ったら大変なことになっちゃうんで。そう、まあ、ただね、本当はもう帰還した方がいいんですけど、依頼でね、はい、いただいてもう連絡もしちゃってるっていうことだもんな。そうなんですね、はい、なんでその銚子ダムでちょっと依頼を引き受けるということだったんで、はいはい、ごめんね、さっきさ、本当銚子ダムですっていう前にカシャンカシャンと聞こえたの。聞こえてない？鈴の音ですか？絶対入って、いや、じゃあ、あの、ほんと滑車みたいな、鎧みたいな、カシャンカシャンって音、絶対入ってると思うよ。こちら、あの、銚子ダムという場所に来てます。銚子ダムという場所に来てます。嘘、俺聞こえてないかも。後ろらへんで。今、でも滑車って言いましたよね。うん。ここの霊の噂で、落ち武者の霊が出るって噂があるんですよ。え、嘘でしょ？ほんま、マジで今ほんとちょっと聞いて。マジで、うん、カシャンカシャンって。とりあえずもう積もる前に、これ以上ひどくなる前に行きましょうか。はい、はい、それでは早速参りましょう。ベロリンちゃん、まずは依頼にあった銚子ダムを目指すことに。そこ地図があるの。地図、地図、これは美味しいな。あ、どこにあるの？あ、そこだ。調子ダム、今どこにいるの？現在地はここだから。あ、うん、あっちだね。そうだね、確かに。駐車場があるよ。あれ、あ、危ない、危ない、見えへんな。これなの？これが駐車場か。こう、これ駐車場なんだ。駐車場か、これ。こんなにさ、うん、雲一つないのになんで雪降ってるんですかね。ほんまや、本当に雲ないのにね。普段より多分怖いと思うよ、この場所。マジで、おかずで初めて今日見た人、うん、南極探索隊だと思った。交換持ってもらえたらいいよね、うん、これあれかな、あの安全祈願のあれかな、あの牛首にもあったよね、こういうの。あ、あったあったあった。それかな、一回見に行ってみようか。ちょっと見ようか、うん。
さっきカシャンカシャンって音が聞こえた後に本当落ち武者の霊がありますっていうのが気もついてるからね。動物か？雪を歩こうとした。なんかモフモフモフっていう。本当になんか聞こえたな。誰かいますか？もう。それは分かった。そうそう、こっち側だよ。行ってみましょう。行ってみますか。35、東海道53。次。調子ダム公園だ。これは何だろう。縄とかもし。休憩スペースかなんかですかね。うん、そうかね。松下制御王権商品。神社だね。ちょっと見える神社。一旦戻ってダムの方に行きますか。これ。あ、聞こえた今。何今、だからドーンでしょ。え、俺シャランシャランシャランって聞こえた。そうそう、俺向こうからさ、うん、ドーンっていう音の方が聞こえたんだけど。え、同時シャランシャランシャランって聞こえた。俺カシャンカシャンってカシャン、俺が最初言ったような多分その音に近いのかな。あ、マジか。お家とか今ドーンって言わなかった。どっちだ、全然わかんない。向こうじゃない、向こう、うちの方向だと思う。あの神社の、うん、神社の向こう、遠くだと思う。遠くだったよね。すげえかすかでしたから多分遠くだと思う。ちょっと結構でかく聞こえたね。うん、やっぱりさ、本当になんとか定石とかって本当そういうドーンって聞こえるよ。太鼓の音みたいなやつね。ドーンって。足止まったの。あっ、何の音？カン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 。どうした？聞こえた。なんかのモーター音かなんかですかね。何の音？何の音これ？風で揺れてるみたいな音か。くれー、これダメだ。これちょっとやばい。うわ、マジか、怖えよ。ちょっとやばいかも。怖いね。これ本当引っ張られたりするかもしれないから本当に気をつけて、ね。そう。これ視線の脅威の怖さが。ちょっとそっちが隠れてるかもな。うわ、見えた見えた見えた。うわ、でかー。か。これちょっと怖すぎるな。そう、皆さんは本当に今日は定石に行けないのでね。本当ちょっと南極探索隊を見てるような感覚で楽しんでいただいた方が。小屋発見。小屋が。すんごいところにあるね。どうやって入るか。え、びっくりした。本当に今の声、うおーって言ったよ。小屋の中、いや、もっと近かった気もする。横、こっち側から危険、立ち入り禁止、か。え、びっくりした。本当に今の声。今日は僕の判断でこれはちょっと中止します。はい、はい、すいません皆様。でスイープレベルは次回にちょっと取っておいて、あえて言いません。気になるのは何かがぶつかる音と小屋近くで聞こえた人の声、そして何よりドンと響いた瀬里城跡とはどんな場所だったのか。はい、ということで、はい、南極探索隊から戻ってまいりました。無事よかったね。一時期は帰ってこれなかったと思いましたけど。本当にでね、あのままちょっと終わろうと思ったんですけども、はい、あまりにもね、ちょっとこれだとおかすいの動画がちょっと違うじゃないですか。そうだね、あるんで、はい、ちょっと どうしようかって心霊スポット探した時に、はい、あの僕たちが今泊まってる宿からあの2分のところに奇跡的に心霊スポットがあったと。もう裏ぐらいってことですか？裏くらいです、本当に。で、本当に恵まれてるので、これは一発行こうということで、うん、でここはですね、はい、この裏の公衆電話というスポットで、これ結構有名な心霊スポットなんですよ。なるほど、これがそうってことですね。まさに。
でこちら、まあ、諸説あるらしいんですけれども、この公衆電話の中で近くの専門学生が殺人鬼に追われて、で命かながらこの電話ボックスの中に入って警察に電話しようと思ったところ殺害されてしまったっていう噂があるところで、しっかりとした心霊スポットと言われているところなんですけれども、なんか夜中にライトで照らすと女性の顔が浮かび上がってくるっていうのと、今の時間帯もう12時回った時刻に電話ボックスを取ると女性のうめき声が聞こえるっていう話がありますので、それを検証しようと思います。で公衆電話ということで、まあ、追加でかけてはいけない電話番号シリーズ、ちょっと3つ用意しましたんで、ちょっと待ってください。いつの間に用意したんですか。その寝てましたよね。寝てたよ。準備し終わって寝てましたけど。あ、すごいな。で3つ用意しましたんで、一人1つ電話して、まあ繋がるかどうかをちょっと検証しようかなと。なんか夜中にライトで照らすと女性の顔が浮かび上がってくる。で一回照らしてみましょうかね。まあ、いろんな角度があるんで。ああ、確かに。ライトで顔らしきもの。顔らしきもの、まあ、これとかそう、ドクロに見えたりはするんだけどね。シミラクラの可能性が一番でかいですね。うわ、ちょっと待って、この角度から見たらめっちゃ顔見えるのがある、上に。え？うわ、見えますよね、顔に。うわ、本当だ。輪郭があって、なんか横向きというか、老婆っぽくないか、めっちゃ見えるの。見える。でもライト関係ないな。そうね。正味、中にライトがあるからさ、変わんないんだよね、これ。そうですね。ただでさ、明るいですもんね。そうね、両親の見つけ方とか一番そうなんだけど、だからライトが関係ないんだよね。じゃあ続いて、女性のうめき声やってみますか。はい、いきますよ、はい、これ、閉める？閉めましょうか。はい。聞こえないかな。なんも正直聞こえねえな。聞こえない。噂、あくまでも噂。まあ本当になんかね、なんて言うんだろう、学校の階段くらいの出てくるような噂でレベルだから、分かんなかったですけど。したらじゃあ続いてかけてはいけない電話番号の検証、やりますか。やりますか。で最初タッピーから。俺から、はい、行きましょうか。その電話番号って契約者との契約が切れたら、ある程度期間が空いてから新しい電話番号割り当てられるんですけど、その電話番号は若い人が続々と亡くなったため廃止になった電話番号、0888-888-888。 じゃあ今は絶対に使われて、今使われてないらしいんですけど、まあ、繋がっちゃったら使ってる方がいるのか、違うどっかと繋がってるのか。でもさ、088って何？高知市の電話番号。でもマジでここら辺なんじゃない？四国の888八八八。お、びっくりした。あ、どっちだ？ありがとうございました。忘れ物にお気をつけください。現在使われておりません。ああ、よかった。よかったです。でも話し始めがめちゃくちゃ途中からだったの。それにめっちゃびっくりした。まあ、それぐらいだったな。じゃ続いて、はい、私いきます。最後に、立ち合い最後に。違う、俺のやつだけ教えてよ、先に。嫌なんだけど。一応、立ち合いがかけるのは、死後の世界切ってもかけ直してくるっていう。いや、もう絶対嫌なんだけど。何だ、毎回立ち合いやって、それ。いや、俺のは、死の電話番号かけてはいけない、買ってきても出てはいけない。詳細がかかって、人間が住む世界と一番軽いじゃん、タッピーが。そんなに一番現実味もあった。確かに。めっちゃ本当にドキドキしちゃう。え、待って、怖いんだけど。だからその かけ直してくるパターンがあるから、一応ターチャインした。それ本当にやめてよ。本当にやめてよ。ターチャインの携帯でかけてるわけじゃないから。なるほどね。市の電話番号かけてはいけない、かかってきても出てはいけないっていうタイトルの0が11個の電話番号です。0000000000000。はい、
かかってくんねえかな。俺何回も出されてるじゃんこれ。そうやな、意外とドキドキすんのよね。今本当に10個だった？え、11個っす。000の000000000の11個なんですけど、一応10個のパターンもやっていきましょうか。これ余裕すごいね。余裕すごいんだけど。1回出なくて。1回やっただろ、ちゃんと。やってない。俺だけ042とか353とかだったら、ほんと切れるから、俺。つながらないつながらないんですけど、トーンが変わったの気持ち悪いなっていう。え、何それ。あの、現在使われてる電話番号はっていうのがあるじゃないですか、うん、おかけになった電話番号は結構高い、あの人が11で、うん、おかけになった電話番号はくらいのトーンの違いがあったような気がした。あ、じゃあやばいね、うん、じゃ続いてたっちゃいのが、うん、死後の世界切ってもかけ直してくると、うん、切ってもかけ直してくるっていう電話番号なんで、ちょっと待ちます。切った後でここで絶対ないと思う、まあ、ないとはないだよね。で、その電話番号が4が11桁本当に嫌なんだけど、ね、4が11桁の一応電話番号444444444 10桁のパターンもあるんで444444444444。はい、なになになに、どうしたどうしたどうした、ちょっと待って、大事件やわ普通に。どうしたどうした。2人はさ、うん、現在そでは使われてませんってなったでしょ。なりましたね。俺プーなの、チョクルスなのよ。あるやん、じゃあチョクルス、チョクルス、やばいや、なんてさ、どうせなんかあるやん。だから履歴残ったやん、羊で書き直してくることない。え、なんでチョクルスの、チョクルスやばくない。チョクルスやばい、めちゃくちゃやばいやん。使われてるってことでしょ、だから、うん、え、じゃあちょっと一回やって、本当に本当に本当。いや、ガチガチガチ、ほんまやほんまや、現在使われてるってことか。チョクルス、ブチっていうの、ちゃんとブチは言ってないよ。え、嘘。あ、これ俺もやる。じゃあ俺、じゃあ10個の方やってみますか。一回通しよう。10桁のやつね。電話中みたいな時にやるやつだよこれ。あ、そういうことよね。え、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。チョクルス。え、何これ。4の10桁と11桁はチョクルスになってます。プープーでした、これ。あるやん番号。あるやん、これ知らないよ、これチョクルスはやばいよ。繋がると思ってなかったからね。番号としてあるっていう証明だもんね、うん、これは。ちょっとね、これは皆さん本当に自分の携帯でやらない方がいいかもしれません、うん。おかしいと思うんだよな、チョコレスを。さすがに現在使われておりませんしか聞いたことない。今まで何回かやったけど、うん、ってことはやっぱりこの番号はあって、ね、死後の世界とつながってるかもしれない。そうだね、なんか聞こえる、なんか聞こえる。すいません、すいません、ちょっと怖いかもですね。え、待って、何あれ。訪れた場所はバラ池という。呼びかけられてそれについていってしまうとそのまま帰ってこれなくなる。足音も聞こえて、う、僕が来たのはですね、寒月山公園という場所になります。険しい、誰かいる。男の人の声も聞こえるな。高見さん、第二展望台というところに来ております。うーって誰かいますか。やっぱり本当に、待って、これ
下だな。ええ。うっ。